Leonardo da Vinci hid many messages to humans of the future, like us now, in his paintings. Messages about the hidden history of humans and messages about the hidden history of gods. A painting of Virgin of the Rocks is one of them. Because he knew it, as a concocted artist of Jesus Christ after 1500 years in the era of the Renaissance, Jesus Christ after 1500 years left his messages to us humans through a concocted artist named Leonardo da Vinci. Then today's point is hands, hand gestures. In the painting of Virgin in the rocks, very strangely, a boy who is said to be Jesus seems to be praying, joining his palms together as if he, he was praying to the boy in the right side. Why? He is a God. Then why is he praying? To whom? And what for? The key to solve this mystery is it. ダヴィンチは未来の私たちのために彼の絵の中に多くのメッセージを残しました。隠された人間の歴史についてのメッセージ。隠された神々の歴史についてのメッセージ。 岩屈の聖母もその中の一つですが、ダヴィンチ自身が1500年後のルネッサンスに現れたイエスの言うなれば架空の芸術家だったからです。えつまり1500年後のイエスはダヴィンチという操り芸術家を通して私たち人間に彼のメッセージを残したのです。で、今日のポイントは手です。ハンドジェスチャーです。 ダヴィンチが1486年前後に書いたとされる「岩窟の聖母ルーブル版」をテーマにそれについて考えてみますがこの絵の中では大変奇妙なことにイエスと言われている左下の幼児が手を合わせて向かって右側の方に何やら祈っているような仕草をしていますなぜでしょうか彼は神です では、なぜ彼は祈っているのでしょうか誰に対して何のためにその謎を解く鍵はそのハンドジェスチャーの中にありました「広志林ハママシテジャパン」画面を見ながらもう一度最初から説明します。 頑屈の聖母ルルーブル版です。この岩窟の聖母ルーブル版の左下の子供に注意してください。一般にはイエスと言われています。イエスであることを疑っている人はいません。が、これは本当にイエスなのでしょうかこの子供に注意してください。 何やら様子がおかしいです。注意深くご覧ください。この子供を拡大してみます。中央に座っているのがマリアと呼ばれている人です。その人の人差し指の先がこの子供の皮膚の下に潜り込んでいます。注意深くご覧ください。この矢印で囲まれた ラインに注意してくださいマリアと呼ばれている人の人差し指の先が子供の皮膚の下に潜り込んでいます。私はこの皮膚をトカゲなどの動物に見られる脱皮と判断しました。皮膚の一部と判断しました。さらに詳しく検証してみます。ここに このようなものが描かれています。これも私は脱皮した皮膚と判断しました。正確に色、風合いなどが表現されています。右がトカゲなどの脱皮した皮膚です。比べてみてください。つまり、左の子供はこうした脱皮をするタイプの、まあ、人間といいますか、生き物イコールそういった 生き物であることを示しています少なくとも人間ではないということになります。そのことをレオナルドはですね、岩窟の聖母を通して私たちに教えています。500年間、この事実に誰も気がつきませんでした。イエスと言われている子供の皮膚を見てください。さらにおかしなことに、このイエスという呼ばれている子供は、 手を合わせて拝んでいます。つまりイエスが拝んでいるというわけです。イエスは神です。どうしてその神が祈るのですか本当にこれはイエスなのかということになるわけです,です。誰に対して何のためにイエスが祈っているのですかで、この子供はイエスだという証拠の人つとして、 右側の人人物が人差しし指を指していますつまりこういう形でルネサンスの時代においてはその先にいるのがイエスであることを示しているというわけですけどもしかしその後に書かれたロンドン版の方ではその指先が消えていますなぜでしょうかなぜ消したのでしょうか左の人物が子供がイエスであるならばやはり手で 指をししていていいもおかしくないわけで私はその謎を解く鍵が手すなわちハンドジェスチャーにあると判断しました今日の話を進める前に2つのハンドジェスチャーを確認しておいてくださいサバジオスの手です サバディオスとも言います。サバディオスというのはですね、トルコの最も古い神というふうに考えてください。えー、薬指と小指を曲げています。これがサバディオスの手です。そしてもう一つ、マラヌスの手です。シグナム・マラーノとも言います、えー。中指と薬指をくっつけています。これがマラーノの手です。このハンドジェスチャーは、 隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーとということになりますマラノというのは隠れユダヤ教徒のことを言います。ユダヤ教徒たちはですね、カトリックの迫害を恐れて、表向きはキリスト教徒のふりをしながら、その裏でユダヤ教を信仰していました。イルミナティのハンドジェスチャー、そしてその後のイエス会のハンドジェスチャーともなりました。これがマラノの 絵ですハンドジェスチャーをまとめてみましたダヴィンチの描いた絵ですこの人は指を天に向けていますつまりこのような形で神は天にいるということを示したというわけですこれがイエスの洗礼の絵ですけども向かって右側 ヨハネと言われている人のこの手に注意してくださいこのヨハネと言われている人はマラノの手をしています中指と薬指がくっついている点に注意してくださいそしてはっきりしませんが指の間をですねサバジオスの手のように細いヘビが張っているかのようにも見えます そして、ベロキオとレオナルドの合作と言われているイエスの洗礼の絵ですけども、このイエスなる人物もですね、手を合わせています。どうして神が手を合わせるのでしょうかそして、マリアなる人物はですね、このように。 指を広げて、そしてその下の子供に手をかざしています。この手はまさしく魔女の手であると私は判断しています。その理由はもう少し後に説明します。そしてその手をかざされているこの子供はサバジオスのハンドサインをしています。えー 薬指と小指を曲げ残りの3本を立てています。サバジオスの手です。これもレオナルドが描いたとされる、えー、糸車の聖母ですけれどもこの中のこの人もです、ね、指を広げてそして子供のほうに向かって手をかざしています。 岩窟の聖母に戻ります。向かって右側にいる人物に注意してください。えー、ガブリエルとも言われてますけども、私は聖ン、すなわち男性と判断しています。その男性の指はまっすぐと左側の子供の方を指さしています、えー。つまりこのような形で左側にいるのはイエスだよということを示したということになります。 さらに反動ジェスチャーを集めてみます。ミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。この中で神と人間が指を合わせようとしていますけれども、その手縫いはですね、マーラヌスの手が表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。そしてこれは 1900年前後のウィリアム・アドラフェ・ブーグローの書いた聖母詩です。レオナルド・ダ・ヴィンチの生まれ変わりと私、林博は判断しています。このイエスの向かって左側の手に注意してください。サバジオスの手をしています。サバジオスの手ですね。そして同時にそのイエスは向かって右側の手で マラヌスの手を表現していますつまりこのイエスはその両方を示しているということになりますレオナルドの受体告知の絵です向かって右側マリアなる人物の手に注意してください魔女のハンドサインをしています指を広げて相手に向かって手をかざしています そしてその反対側にいるこの向かって左側の人物に注意してください、まあ、ガブリエルと言われてますけれどもこのガブリエルの手を見てくださいこの人物はサベデリオスの手を表現しています薬指と小指を曲げていますその一方で ミケランジョロなる画家を通してですね、1500年後のイエスは、えーまあ、ミケランジョロの代表作と言われているピエーター像の中でマラノの手を表現しています。シングナム・マラノです。このマリアの右手に注意してください。中指と薬指がくっついています。マラノの手です。 が、岩窟の聖母の中の向かって左側のイエスと言われている子供の手は合掌しています。誰に向かって何のために祈っているのでしょうか忘れてならないのがバフォメットの手です。このバフォメットの手に注意してください。バフォメットは、1500年後ののイエスの 化身あるいはイエス自身でしたこのバフメットもやはり薬指と小指を曲げていますサバジオスの手ですそして同じ手をミケランジェロも、えー、システィーナ礼拝堂の天井画の中に表現しています向かって左側の人物に注意してください、えー、薬指と小指を曲げています そして同じ姿勢な礼拝堂の中のその紙自身はマラヌスの手をしています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。そして同じ絵の中には紙を指さす手も表現されています。 まあ少しはっきりしませんけどもこの赤い丸で囲んだところに注意してくださいこの指は正確に中央の紙を指さしていますつまり半蔵ジェスチャーを集めこのように並べてみました左から2番目がマラヌスの手ですそして一番右がサバジオスの手です薬指と小指がくっついていますそして一番左が紙を指さす指ということになります そして中央が替玉イエスといいますか命乞いをする替玉イエスの手ということになりその右が魔女を表すシンボルハンドジェスチャーということになります、まあ、このように並べてみますと神々の位置づけができるということになります続いてそれを順に証明します 順に説明していきます。一番右がサバジオスの手です。サバジオス、つまりトルコの最も古い神ということになります。そのサバジオスの手ですけども、この中央上に描かれているのがサバジオスです。えー、左がイエスということになります。その左下がバフォメット、そしてサバジオスの、まあ 手を表すアイテム、そして右がですね、これがあの失勢な礼拝堂に書かれている羊ともヤギともわからない動物ですけども、いわゆるバフォメットの顔です。そして右上がですね、これがレオナルドのアンギャの戦いの中に描かれている、やはりバフォメットということになります。もう少し詳しく検証してみます。中央上がサバジオス、その向かって左がイエスということになります。 このサバジオスは、えー、サバジオスの手をしています。そしてその右のイエスもサバジオスの手をしています。つまりこのような形でイエスはですね、サバジオスを信仰していたか、もしくはサバジオス自身であったということになります。次に今度はイエスとバフォメットの関係について、まあ、簡単に説明しておきます。 これが今言いましたようにレオルダの書いたイエスです。そして右がバフォメットです。まあ、1500年後に現れたイエス自身ということになります。林博士はそのように判断しています。同じ手をしています。バフォメットとサバジョスの手について確認しておいてください。えー、バフォメットですね。 手手をを見ててくださいいサバディオスの手をしています、まあ、1500年後のイエスはですねこのような形で自らのアイデオロジーを表現したということになりますがなぜこのような驚,驚しい顔にしたかということについてはイエス自身の別の隠された意図があったように私林博士は判断していますそのサバディオスの手の中にはですね えー、奇妙な動物が彫りり込んでありますサバジオスの手です。で、明るくしてみますと、その動物が浮かび上がってきます。それと同じ動物をですね、ミケランジュロが失勢な礼拝堂の天井画として描いています。まあ、羊ともヤギとも分かりませんけれども、バホメットの顔と一致します。左がサバジオスの手のひらに彫り込まれた 動物でみんな、システナ礼拝堂の天井画に描かれている、まあ、バフォメットの紋章ということになります。そして、その紋章と同じ紋章ですね、えー、レオナルドがアンギャリの戦いの中に描いています。これがアンギャリの戦いの絵です。えー、向かって左のこの人物の胸にそれが描かれています。左二人の人物は えー、1500年後のイエス自身の顔と一致します。えー、ともかくもこれが、えー、その紋章です。つまりバ,バフフォネットの紋章をですね、まあ、アンゲルの中に、アンルの戦いの中に1500年後のイエスが描き込んだということになります。もう一度サバジオスの手を確認しておいてください。上がサバジオスです。そして 下がサバジオスの手です。この指の間に、まあ蛇のような動物が絡んでいる点にも注意してください。左のサバジオスの絵の中の、まあ向かってその右の木に蛇が絡んでいる点と共通しています。1500年後のイエスはですね、レオナルド・ダヴィンチという架空の つまりは操り人形芸術家を通して自分のイデオロギーを表現しました。えー、受胎告知もその中の一つということになります。えー、一応、レオナルド・ダミーチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵です。この絵の中にはいくつかの奇妙な点があります。まあ、こうした指、腕のかけた、そして三本足ですね、の絵も隠し込まれています。 まあこうしたものが描かれているということですけども、この絵の中には魔女の足が描き込まれていました。バイ林発見ですでその前にこれがですね、絨毯なのか、台なのか、私は判断に苦しみました。見方によっては絨毯のようにも見えますし、あるいは台のようにも見えます。まあ、どちらがどちらというわけではありませんけども、要するにこうした台のような厚みがあるのか。 あるいは絨毯のように平べったいものなのかということなんですね。まあ、そこはやや革命、まあ、的ではありますけども、その絨毯であるんですよ、台の下からはですね、魔女の足が見えています。それをこれから皆さんにも見ていただきますけども、この部分ですね。で、これ、ここだけ見ますと、絨毯のようにも見えるわけですね。もし台であるならば、額垂れ下がっているはずですからね。つまり、 台に見せかけた絨毯ということになります。そして、その絨毯の下からは魔女の足が。出ています。これからそれを皆さんにご覧いただきます。このフクロウのような台置物のその右下ですけども、そのフクロウの台の足,足とは別に、もう一つ右の方から絨毯の下から3本指の指がまあ、足がですね。見えています。 これも500年間、誰も気がつきませんでした。隠し絵、騙し絵の手法で書かれていたからです。3本指の魔女の足が出ています。同じ絵をいわゆるシノレリも描いています。まあ、それについては別のところで紹介しましたので、ここでは省略します。えともかくも3本指の魔女の足です。まあ、このような形でレオナルドは、えー、ここに描かれているマリアなる人物は魔女であることを示しています。 5、まあ、本指のようにも見え,見えますけども、まあ、3本指と私は判断しました。いわゆる3本指の魔女の足が描かれているということですね。まあ、右下はこれはダヴィンチの書いた解剖図ですけども、一般にはクマの足ということになってますけども、クマの足ではありませんね。で、これは誰の足かということですけども、位置関係から見て、これはマリアの足ということになります。つまり、まあ、これも林博史ですけども、両側の 人人物合わせて一の魔女マリアををマリですねを表したということとになります、えー、マリというのはローマ時代においても最も恐ろしい魔女として恐れられていました。マリです。711-1イコールの原則で、まあ、リオナウドは魔女を示したということになります。そのマリアが手のひらをかざしています。えー、魔女のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。 そのマリアは人間の子供を食用としていました。眼、え、窟、ー、の聖母に戻ります。眼窟の聖母ですね。そしてその中央のマリアなる魔女は向かって左側の子供の神秘の下に指を潜り込ませています。つまりこのような形でこの左下の子供がですね、実はマリアの餌であったことを示しています。 まあ、マリアは人間の子供を日常的に食べていたということになります。そのもう一つの証拠が、聖安と聖母子の絵ということになります。まあ、この神秘の下にマリアが指を潜り込ませているということですね。イコール、この子供は少なくとも人間ではないということになります。その子供が手を合わせているということになります。 そして繰り返しになりますが、この子供は人間ではありません。皮膚に注意してください。まあ、この皮膚がですね、めくれているということです。まあ、要するにトカゲ類などの動物のよう、脱、ま、皮、あのようにですね、皮膚が剥がれて落ちています。衣服ではありません。皮膚です。足の下も足の皮もめくれています。 まあ、つまりこのような形でレオナルドはここに描かれているあるいは描いた子供がですね人間ではないということを示していますまあトカゲ類のですね脱皮の様子の写真を集めてみましたまあレオナルドなる画家はですねこの脱皮の様子も正確に表現しているということになります注意深く比較してみてください まあ剥がれた皮膚の描き方といいますかね風合いも同じであるということです左上がトカゲ類の脱皮の様子そしてその皮です、まあ、大変よく似てるというレベルを超えて同じということですさらに調べてみるとですねこのマリアなる人物の この向かって左側の右手もおかしいですね。指が異様に長いように見えます。まあ、親指と比較して、まあ、これは立体図ではありませんので、直接的な比較はできませんけれども、人差し指が異様に長いと思われます。これはあの糸車の聖母でもやはり、あ、のー 指が長く描かれていますそしてですね、これがあのイエスの洗礼の中に描かれている向かって右がヨハネと言われている人物ですけども、やはり異様に指が長いのが分かります。先ほど言いましたように、このヨハネ自身は、えー、マラヌスの手を表現しています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。で、親指と全体を比較してもですね、他の指がまあ長いということが分かります。まあ これ自体がです,、ね、ですね、何かの意味があるかということにはなりませんけれども、とにかく指が長いということですね。まあ普通ではなかった。あるいは外人の場合は指は長いんですけども、それにしても私は長いと判断しています。まあ考えてみれば、こうしたおかしな点もいくつかあるということです。まあボイトさんの証言によればですね、エイディアンというのは、まあ、人間と比較して、まあ、全体に手のひらと。 に対してですよ人間と比べて30%ほど指が長いというようなことを言っていますさらに中央のマリアなる人物に注意していただきたいと思います一見するとこのマリアはまあ一見すると人間っぽく見えますねしかし明度を上げたりしていますと後ろの岩と 体がですね、シンクロナイズされていることが分かります。いわゆる、まあ、同じだということですね。風合い、色、描き方、そして模様も一致しているということです。まあ、つまり、このような形で、隠し魂という方法でですね、レオナルドはこの人物が大舎であることを示しています。バイ・林宏発見です。で、これが、まあ、ダヴィンチ独特のですね、隠し絵ということになります、えー。特に胸の風合いとバックの 岩の質,質感ですねを比較してみてください。全く同じであるということですね。色温度を上げてもやはり同じであるということです。まあ、このような形で、えーまあ、その中央の人物が大蛇であることを示しています。まあ、ギリシャ神話でいうラミアであることを示しています。まあ、右の方で明度を上げたり、いろいろまあ工学的な処理をしていますけれども、やはり どのようにしても一致しているということですねそして胸に抱かれているのは一見衣のように見えますけども、まあ、蛇だということになります、まあ、イエスの洗礼の中で左下に書かれているのがコブラということになりますともかくもここに描かれているマリアはマリアではなくて、まあ、下半身大蛇のまあラミアであるということになりますラミアイコールリリトイコールマリということになります最も恐られた魔女中の魔女ということになります、まあ、アンポトの 婦人と呼ばれていましアンポトの山の検証も別のところでしました。興味のある方はそちらをご覧になってください。まあ、ラミアですね。まあ、ラミアをレオナルド・ダ・ヴィンチがそのように書いたということになります。ラミアイコール、まあ、マリアということになるわけですね。そのマリアイコール、まあ、キリスト教でいうマリアということになります。そして向かって右の人物も実は 下半身が大蛇でした、まあ、このようなラミアをレオナルドが岩窟の聖母の中に描いたということになります。これが安保島の山です。この安保島の山にはですね、まあ、無数のといいますか大きな洞窟があるそうです。つまりここに描かれているのはマリアではなくて、まあ、大蛇だということですね。同じような絵をやはり レオナルドと、まあ、ベロッキョですけども、右下に書いています。右下の子供の下にいるのが、これがコブラですね。そして右の方がダイジャーということになります。で、コブラの模様とも一致しています。下の方の模様と一致するわけですね。そしてあの、えー、ルーブル版ではよくわかりませんけども、ロンドン版の方では、この部分にですね、ダイジャーのうろも表現されています。左がコブラです。 この鱗の様子も、とますか、鱗の表現の仕方も一致している点に注意してください。すなわち、このような形で、まあ、ベロキオと、まあ、ベロキオイコールレオナルドなんですけどもね、がこのような絵を描き残しているということです。そして、これがロンドン版の方ですけども、ロンドン版の方では、このように、まあ、ヘビの鱗が表現されているということです。ルーブル版にはこれが描かれていません。 さらに、岩窟の生分には、まあ、不思議な点があります。このラインのところで、上と下がですね、震いが違うんですよね。で、下の半分の方がやや、まあ、ぼかしているって感じがします。で、これは別のところで精査しましたけども、これらの人々はですね、カプセル型の、いわゆるまあ、宇宙船の中にいて、そして全体として水の中にいるということを、私、林博史は証明しました。この絵の一番上部がですね、水中から外を見た、 いわゆる水の描き方と一致しているという点から、ですねこの絵全体といいますか、この人たち全体がカプセルの透明カプセルの中にあって、そして水の中にいるということを、私、林士は、えー、証明しました。それについてもまた別のところで証明しましたので、そちらをどうかご覧になってください。要するに、私はこれは岩窟の生母ではなくて、水中の生母であると判断しました。 そして向かって右側にいる人物ですけども、聖アン、あるいはガブリエル、私は聖アンと判断しています。この人は男性です。そのことはミケランジェロが資質な礼拝の中に表現しています。ともかくもこの人の姿勢がおかしいですね。頭がまあその向かって左側の右足ですね。に 一視してて前に出てるわけですこのままの姿勢では前に倒れてしまうということですね。そこでこの人物の左手側ですね、軽くその左にいる子供の背中に当てていますけれども、この当て方では自分の体重を支えることはできません。なおち私,私はです、ね、これがラミアであると判断しました。ここでもレオナルドは 1+1=1 の手法を使っています。つまりこの二人を合わせて一人の魔女、ラミアであることを示しているということです。 そして、こうした事実をですね、実はラファエルもよく知っていたということになりますで。ちょっと順に説明しますけども、右がロンドン版です。左がルーブル版です。でルーブル版のこの神秘と言いますか、顔の剥がれた子供がですね、右のロンドン版の方では、右のように修正されています。まあ、これではまずいぞということになったのかもしれません。で、左の絵が右の絵に修復されています。そして、右の絵と同じ、まあ、 手法でですね、書き方でラファイロがあちこちの絵に書き込んでいます。えつまりラファイロは、まあ、ダビッチの書いたロンドン版に習ってですね、まあ、このイエスが人間ではなかったということを示しています。このラファイロの書いた成法書を見ていただくと分かりますように、やはり皮膚がめくれているのが分かります。ちょうど中間あたりということになりますよね。ルーブル版とロンドン版の中間あたりということになります。まあ、要するにラファイロもそうした事実を知っていたということになります。 そして、西安と聖母子の話にも、少し触れておきたいと思います。西安と聖母子の絵の中の、まあ。 聖安もマリアも体中、そして衣服中、血だらけです。血まぬけになっています。そしてあ手前に載いてますか。私はこれが聖安だと判断しますけれども、その聖安の右手は、やはり、まあ、イエスと言われている子供の神秘の下に盛り込んでいます。つまりこれはイエスではなくて、餌であった子供を表現しています。同じ表現をですね、やはりレオナルドが岩窟の聖母の中の向かって左側の子供の神秘の中に手を潜らせているという表現の仕方で、まあ 表現しています中部角ご覧ください。まあ、このように、まあ、なんて言いますかね、神秘の下に指を潜らせて、すなわちこれは餌の子供であるということを示しています。で、この左の性安と性母子の子供はですね、えーまあ、左手にナイフを持って、そして、えー、羊の頭に突き刺しています。え次に、マラヌスの点について、 えー、検証しています。マラヌスの手です。いわゆる隠れユダヤ教徒のハンドシェイチャーということになります。で、この手をですね、あの私がですね、正義、ジャスティスというふうにして発表しましたら、数日前、アメリカ人の方ですけども、アメリカではこれは、いわゆるサタン教、 というのシンボル的なサインであって、正義という意味では使われてないんだよということを教えてくださいました。まあ、ともかくも指のサインがやや違うんですね。左がまあ悪魔、右が愛とかジャスティスのハンドジェスチャーということになります。ヨーロッパではそのように使われているみたいですね。で同じそのマラヌスの手をです、ねまあ、いろんな画家が表現しています。まあ、先ほど言いましたように、 マーラノというのは隠れユダヤ教徒の別詞語でした。まあ、表向きはですね、キリスト教徒のふりをしながら隠れてユダヤ教を信仰していたということになります。まあ、キリスト教の迫害を逃れてですね、このようにまあ隠れて信仰していた。しかし、このように自分たちの姿勢をですね、このマーラノスの手で表現していたということになります。 でこれがマラーズの手の,手のバリエーションです。というのはですね、薬指と、えー、中指というのはですね、普通の自然の状態ではくっつかないんですね。ですから、やや曲げた状,況で状態で、このマラーズの手を表現しています。で、これがイエズス会のシンボルマークです。で、このイエズス会のシンボルマークについて少し触れておきたいと思います。えー、現在の法王はですね、歴代始まって以来、そのイエズス会の出身の法王です。 でまあ、いろんなこの IHS については説明がなされてますけども、定説がないということは、まあ、決まった意見がないということですね、なわちわからないということになっているわけです。まあ、それぞれの、まあえー、宗教学生たちがいろんなふうに解釈して、いろんなふうに述べております。で、まあ、ジーザスという意味ですかだというふうに解説している人もいます。しかし、イエズス会がですね、隠れユダヤ教徒の流れを組む、流れを組んでいるということ からですねまあ、それと関係して,考えるとも関連して考えるということは重要なことではないでしょうか。で、これが現在のポープフランシスです。法王はイエズス会の出身です。ですからあの、マナーズの手を時々表現しているようですね。上が、えー、いわゆるまあフランシス法王のいわゆるシンボルクですね。いわゆるまあ紋章ですね。で、この紋章は何かということなんですけども、左があの歴代の、まあ、なんて言いますか。 法王の紋章ですけどもその紋章に中央にイエズス会の紋章を足したということになります。えー、それが現在の法王の紋章になっているということですね。で左の紋章に中央のイエズス会の紋章を足してできたのが現在の法王の紋章ということになります。でその左下にイスターナナの紋章が描かれています。イナンナンイスターです。いわゆる、まあ 女神中の女神ということになるわけですね。でこの、まあ、バベルニアのバウンダリストンの中では、中央にそれが中央上に描かれています。メ、まあ、女神中の女神ということになるわけです。いわゆるイスタ・イナナの紋章ということになります。それが、えー、イエス海の紋章の左下に描かれているということです。そして、えー、その中央にはシャマーシュの紋章が描かれています。太陽の紋章です。 ミトラスなちアポロンにその太陽の座を奪われるまで、えー、太陽の神でしたサンゴードでした。いわゆるギリシャ神話でいうヘリオスです。左上がこれがイエス会の紋章です。この紋章の周りを見ていただくと分かりますように太陽の紋章が彫り込まれています。なちイエス会の紋章はイスターの愛とそれからシャマシュのエスをとって作られた紋章ということになります。 このようにバランスを取ったというふうに私は考えています。左下が、これが石田、稲穴石田の文章です。それに太陽の文章、あ、ごめんなさい、シャマシですね、太陽の文章です。 対応の文章、すなわちシャマーシュの文章です。シュメールでは打つと言われていました。3号と、すなわちこれがイエスということになるわけですけども、もう少し内容は複雑か,複雑かと思います。とにかく、イシタ・イナンナがですね、イナンナ・イスターがシャマーシュと組んでキリスト教を立ち上げたということになります。その流れを組んでイエス界が生まれたということになります。IHS となるわけですね。ですから、I はイシタ・イナンナ・イスターの頭文字というふうに解釈できます。そして、S はシャマーシュの頭文字というふうにも解釈できます。 他にもいろいろと、まあ、イスタイナンーナーを結ぶと言いますか、キリスト教と関係あるという証拠はいくつかあります。まあ、それについてはまた別のところで説明しました。でここでは割愛します。今日のポイントではありません。が左がシャマシュです。ウツですね。で、まあ、この左の,あのいわゆるレリーフの周りを見てください。初めて世界で初めてハロー、すなわち降臨が歴史に現れ,、ま、現,れ現れます。その降臨が現在の、まあ キリスト教の神々の降臨、ハローとなっています。まあ、イスタール。それから、何でイスタールですねそれがシャーマッシュですね。そして、イスターがマリア。まあ、もともとイスターのペーブラ名がマリアですからね。マリアは自分の名前で、まあ、あのキリスト教を立ち上げたということになります。で、シャーマッシュがイエスということになるわけですね、まあ。しかし、実際にはもう少し複雑です。階段を使ってますからね。 でからあのまあ、いろいろあるわけです。まあ、要するに、そのことをミケランジョロがしていました。こうした事実をミケランジョロがしていたということですね。なおミケランジョロは自身をですね、イルミナティであったということになります。その証拠がですね、先ほどお見せしました、ペーター像の中の、えー、マラノスの手ということになります。繰り返しになりますけど、これがペーター像ですね。 まあとにも先にも、まあ、こ,のこれほどの作品はないと言われています。そのペータ像を、えー、ミケランジョロが23主催で完成させます。そのペータ像の向かって、このマリアの向かって左側右手に注意してください。繰り返しになりますけども、マラヌスの手をしています。マラヌス、なわちイルミナティのシンボル的なハンザサイン、えー、ということになります。と同時にマラノという名前からもわかりますように、えー、隠れユダヤ教徒の、えー、シンボリックな ハンドジェフチャーとということになりますそしてその三十数年後にですね、イエズス会がそのシンボルマークを使ってイエズス会を起こします。イエズス会というのはイエスの仲間の会という意味です。まあ、当時ですね、ロマンカトリックはイスタールすなわちイースター教徒を変身していましたので、それをしはしない、まあ、イエスを信奉する 側がですね、イエスの友の会、仲間の会というのを立ち上げて、マリア教、すなわちローマンカトリックに対抗したものと、私、林博士は判断しています。まあ、その証拠にこのフランシスク・ザベルもやはりマランスの手を表現しています。中指と薬指がくっついています。そういったところに注意してください。で、他のイエズス会のメンバーもやはりマランスの手を表現しています。 中火と薬火がくっついていてますつまりこのような形で自分たちはイルミナティ,ナティの流れを組む隠れユダヤ教徒の流れを組む、まあ、メンバーであるということを暗に外の人たちに示したということになります。イエスス会のメンバーの ハンドジェスチャーということになります。まあ、マラルスの手が、マラヌスの手がですね、シグナ・マラノがこのような形で使われていたということになります。その表同じ手をですね、ピエター像の中に、まあ、ミケランジロ。ミケランジロ自身もね、1500年後のイエスの操り人形、芸術家でしたから、要するにイエスがこのような形で、1500年後のイエスがこのような形で、まあ、自分のまあ姿勢をですね、表明した、あるいは表現したということになります。で現在はですね、あの 中指と薬指をやや中側に打ち曲げてあ折り曲げて使っています。これがフランシス法王のサインです、えー。注意してください。イエズス会の出身です。これが、まあ、あの、まあ、これはですこの時期、まあ、大変珍しいんですけども、えー、バフメエットの中にはこのような手もしているのもあります。そからこれがあの、まあ、今言いました、マラスの手を、あまあ、その隠れてね、表現していたということになります。 でこれに対して、まあ、現在でもですね、これを愛とか、あるいは正義とかという意味で使っているんだよというふうに教えてくださった方もいらっしゃいます。が事実その通り、まああり、いろんな政治家、あるいはその元首、それからあの、まあ、大統領たちも、このマナツの手を表現しまする。これも明らかにマナツの手ですね。でこれはあの正義という意味でも使っているというふうに、ここで動画を発表しましたら、先ほど言いましたように、アメリカ人の方からですね、これには正義という意味はないんだよということを教えてくださいました。 まあ、愛という意味でぶつかっているということです。日本の皇室も同じ、えー、ハンドジェスチャーをしています、まあ。正義、愛という意味かもしれません。そして、ペーター像に話を戻します。で、ペーター像の中のこのマリアは、いわゆる、まあ、マラヌスの手をしているということですね。まあ、このように、まあ まあ日本ではあまりこういったそのハンドジェスチャーということは重要視されていませんけれども、まあ、日本の外の国ではこうしたハンドジェスチャーが大変重要な意味を持っていることが多いですね。まあ、それ一つで命を落とした人も、という人の話もて知っています。でこのことはあのイタリアのニコ・ジェロルドさんという方から当初教えていただきました。これはマナヌスの手と言うんだよと。つまり、ま、あ イルミナティーもしくは隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーだよということをこのとき教えてくださいました。そしてミケランジュロが失勢の礼拝の中にそのマラヌスの手を表現しています。最も重要な絵画の一枚ではないかと思いますけれども、注意深くご覧ください。中指と薬指がくっついています。まあ、この絵もですね、1500年後のイエスが描いたということになりますと、納得できるといいますかあの、謎が解けるということになります。 中指指と薬指がくっついていてますすなわちマラヌスの手ということになります。このようにマラヌスの手が表現されているということになります。で、5番目に、えー、人を刺す指ということになります。で、この人を刺す指についてはですね、まあ私の説ではなくて従来より神を示す指だと言われています。で、この指も 空を向いて刺してますね。神は天にいるという意味にも解釈できるわけです。がですね、ここで矛盾が生じるわけです。この岩窟の聖母をもう一度見ていただきたいと思います。向かって B 側のこのガブリエルなるま人物はですね、その向かって左側の子供の方を向かって指を刺しています。ということは、今までの従来の説に従いますと、左の子供はイエスということになります。で同じように、先ほどシステムな礼拝堂の中のこの 人物もですす。ね、神を指さしていますつまりこの指は神を指さす指ということになるわけですね。まあそういうことになるわけです。となると、眼窟の聖母の中のあの指はどう理解したらいいかということになるわけです。つまり矛盾してくるわけですね。もう一度最初から確認したいと思います。えー、眼窟の聖母です。いいですか皆さん、ここを注意深くお聞きくださいね。 謎が深まりまりす向かって左側にいる子どもは手を合わせています。そして体は体からはですね皮膚がめくれ上がっています。その皮膚の間に中央の人物がですね自分の人差し指を潜り込ませています。そういう絵でしたね。で私は左の子どもは中央の人物、同じマリアの餌であると判断しました。 で、この子供を注意していただきますと、この子供の皮膚からは皮がめくれています。注意深くご覧ください。言い換えますけどね、これ、衣服だっていうふうに説明し,している人もいますけども、ルネサンスの時代には、このような透明の、今でいうナイロン、ビニロンのような衣服はありませんでした。まあ、あまりそういうことは言わないでくださいね。まあ、ともかくもこれは神秘だということです。 でこれはあの中央は爬虫類の、まあ、脱皮した皮膚ということになります。まあ、爬虫類の方はやこの場合は透明ではありませんけどもね。がしかし、風合い、色、表現の仕方が似ているということです。ここを注意してくださいね。そして、この辺りですね。えー、途中からこの、まあ、皮がめくれて出ている点に注意してください。すなわちこれは 皮がめくれているということですね。そしてこの皮から下がですね輪郭を見ていただくと分かりますけれども、この子供の上、それから上の部分の輪郭と下,部下の部分の輪郭は違いますね。上の部分ははっきりしています。この今の赤い、中央の赤い丸から示した人の下の部分、足などの輪郭はややぼんやりしています。これはラファエルも同じように表現しています。そしてその皮膚はですね、いわゆる、まあ、爬虫類の皮膚と一致するということです。バイハヤシヒロシ説ですよ。 もちろんそして、この皮膚があるということになりますと、この左の子供をですねイエスと考えるのは無理があるということですよね。いわゆる、なんて言いますか、手を合わせてですね、あたかも命乞いをしているかのようにも見えるわけです。神であったら、イエスであったら、このように手を合わせるなどということはないわけです。いわゆる最高の神ですからね。誰に 何のために手を合わせているかということになるわけです。えつまり、この人は、まあ、この子供はですね、神ではない、なおちイエスではないということになります。ここが重要です。が、その子供をですね、右の人物が指をさしてイエスであることを示しているということになります。矛盾しますよね。これが私が言う矛盾なんです。で、この謎は、まあ、ある意味で簡単に解けたわけですけどもね、これがルーブル版の、えー、岩窟の聖母です。そして指をさしています。 この人がイエスなんだよってことを言ってる、言わんばかりに指を指しています。となりますと、左の子供は餌なのかイエスなのか、わけがわからなくなりますね。で、その後、ロンドン版の方では、その手、指が消されています。この右の人物の手が消えていますね。つまり、このような形で、まあ、1500年後のイエスは修正したということになります。で、ないというならば、またまたなぜ という謎が残りますが、私はそのことに、まあ、このロンドン版の方が後にできていますからね。ですから、あ,あ、間違えたということになったのかもしれません。すなわち、左の子供はイエスではないということをあえてこのような形で示したということになります。まあ、これがハンドジェスチャーの謎ということになります。すなわち、この子供は、まあ、手を合わせて前に向かっている子供に向かって まあ祈っているということになります。そして、右の下の子供はサベリオスの手をしています。なあち、左の子供は手を合わせて命乞いをしているかのように見えます。なあち、右下の子供の方が左の子供よりも上位にいる、まあ、神ということになるわけです。なあち、これがイエス自身ということになります。で、この人物はそのイエスを指し示していますが、この指輪。 私は、まあ、こういうのも、言い切るのも、まだ問題があるかもしれませんけれども、間違いということになります。その証拠が、まあ、同じ眼窟の成分の中のどう、いわゆるまあ、その、この人物の、難しいですね、名前を言うのがね、もうめちゃくちゃですから、要するにこの人物の手ということになります。そして、マリアは、と言われているこの人物は手をかざして、<laughs> という感じで、私が魔女なのよということを示しているということになります。で、サバジオスの手、そしてマラヌスの手ということになります。私はイエスだということを示しています。そして、シグラム・マラノは、私はユダヤ教徒であるということを示しているということになります。まあ、少なくとも、この結論には間違いはないと思います。 まあその他については、これからも検証を進めていきたいと思います。Thank you very much for watching and bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very horrible painting painted by Leonardo in the Middle Ages about 500 years ago. In the painting, Madonna and Child Jesus with the infant John the Baptist and an angel are painted in a rocky setting, which gives the paintings their unusual name. 皆さん、こんにちは。今日は岩窟の聖母の絵の謎について話します。この絵は大変恐ろしい絵です。そのことをこのビデオの中で説明し、証拠を添えて証明します。私たちは作り上げられた虚構の中で、この絵を素晴らしい絵と思い込んでいるだけということになります。 この絵も恐ろしいですが、本当に恐ろしいのは私たちが持っている常識ということになります。あるいは私たち自身かもしれません。今、マドンナの右手の人差し指がイエスの神秘ですね。皮膚の下に潜り込んでいます。ここに注意してください。これは衣服ではありませんね。神秘です。皮です。その中にマドンナの指が入り込んでいます。注意深くご覧ください。 で、イエスの体を見ますと、あちこちで皮膚が剥がれているのがわかります。お腹から背中にかけてですね、皮膚が剥がれています。いわゆる脱皮しているわけですね。で、ダヴィンチはこうした脱皮しているイエスを、まあ、表現したということになります。衣服ではないことは境目を見ればわかります。足の皮膚も脱皮しています。足の皮がめくれていることがわかりますかこれは衣服ではありませんね。衣服だったら足の先まで着ることはありません。 これは、まあ、こうした動物がいるわけですね。皮、まあ、を剥ぐと言いますかね。神秘を剥ぎながら成長していくというわけですね。で、同じようなことをダヴィンチがイエスの皮膚の上で表現しています。これは別の、まあ、トカゲということなんでしょうかね。やっぱり脱皮していますね。そして皮がめくれています。注意深くご覧ください。すなわち、イエスの体は脱皮している。すなわち、イエスは人間ではない。すなわち、イエスはレプタリアンであるということを ダビンチはこうして証明しました。そして、えー、続くこの指も怪しいです。注意深くご覧ください。この人差し指の付け根のところに、人間にはない皮があります。この皮に注意してください。この皮もやはり脱皮しているように見えます。注意深くご覧ください。 なあち、このエンジェルって言われている、これ女性じゃなくて男性なんですけどもね、別のところで証明しましたが、これは男性ですけど、顔に騙されちゃダメですよ。要するにこれも、この、なんて言ったらいいか、人もですね、皮膚がめくれて脱皮しています。このようにダヴィンチは皮膚のめくれた人物をこうして描いて、これらは人間ではないということを示したわけです。これが神秘ということになるわけですね。皆さん自身で判断してください。 ペロッと皮がめくれています。で、さらに検証を続けてみます。この、まあ、エンジェルの足を、まあ、その前にちょっとこの皮膚をですね、見ていただきたんですけども、こういう隠し絵という手法でですね、あたかも衣服のように見えるようにして、まあ、カムフラージュして、実はダヴィンチは、まあ、こうした人たちが、まあ、いわゆるその脱皮する人たちであったことを示しています。で、今度は、 この足のところを見ていただきたいです。ここはあの少し注意が必要です。一見すると4本指が確認できます。しかし、一番向かって右の指は色が白いですね。チューブご覧ください。これはですね、核心手法と言いまして、周りの葉っぱの色なんですね。なおちこういうふうに、まあ、一見しただけでは4本、あるいは5本に見えるようにしてですね、実はこのエンジェルは3本指であることを示しています。 まあ、つまり人間ではないということですね。この白い部分と白い部分を比較してみてください。なわち、白い部分は葉っぱであるということですね。で、これを、この人は3本指の、まあ、エイリアンとか、まあ、エイリアンになりますけどもね。これが毛側に見えますね。足の指、後でもう一度出てきますけども、足のぶつけになるところに毛が生えているように見えます。3本指の毛の生えた、まあ、エンジェルってことになるわけですね。白い部分は繰り返しになりますけども、葉っぱです。 私もここに騙されましたね、はじめね。で、この人は3本指の足を持っている。しかも、右の方はどうも毛が,毛,毛が生えてるみたいですね。で、いよいよマドンナの謎ですけども、このマドンナの胸と、そして後ろの背景の岩を比較してみてください。中深く見てください。今日のポイントということになります。 で、このダヴィンチはですね、このマドンナの、まあ、胸のところと、そして後ろの岩を同じ色で、同じ質感で描きました。まあ、色温度っていうんですかね、同じように、全く同じように描いています。なあち、このマドンナの体と後ろの岩は連続していることを、こうしてダヴィンチは示したわけであります。なあち、体はぐにゃーっと回って、後ろに続いているんだぞ、と。まあ、そういうことをダヴィンチは回し、まあ、 この絵の中で表現したわけですね。でもう一つ、ここ、重要ですから、今日のポイントですから、もう一つ確認しておきます。ここにマドンナがいますけども、このマドンナの体とですね、後ろの岩を比べてみてください。まあ、途中で曲がっているというよりも、私は下の方までぐっと曲がって、そして後ろに続いていると見ます。まあ、その方が自然ですからね。そして後ろの岩とマドンナの体、胸の体、 色、風合い、すなわち色温度は同じだということです。描き方も同じですよ。すなわちマドンナの下半身は蛇、もしくは竜であることを、こうしてダヴィンチは示したわけであります。皆さん自身でしっかりとご確認ください。もう一度念を押しておきます。まあこれが原画ですね。それ少し色を 明るくしています。部分的には採工してません。全体に明るくしたということです。さらにコントラストを上げてみますと、このように胸のところと後ろの岩を比べてみてください。そしてマドンナはまあ大事であるということをダヴィンチは示したということになります。まあ、胸に抱いているのもヘビに見えますけどもね、それも後でちょっと出てきます。こうしてまあダヴィンチのまいわゆる 思想がですね、ここに織り込まれているということですね。で、誰かと言いますと、当然、ラミアということになるわけです。ラミアというのは子供を食べる魔女、悪魔として知られていました。そして、こういう形で、まあ、いろんな画家がラミアを表現しています。まあ、上半身は人間で、下半身は蛇だということですね。まあ、こうした絵は全,、まあ、全く珍しくないわけです。えー、マケミケランジェロも同じような絵を描いています。中央にいるのがラミアです。いわゆるまあアダムの最初の妻と言われていますね。 そして、まあ、これがカペラシスティーナに書かれているですで。ラミアというのはどういう、まあ、魔女だったかと言いますと、子供を食べるラミア。もともとは、まあ、リビアの女王であったというけども、アダムの最初の妻、リリとのことである。リリとですよ。リリとのことであるということですね。そして、これがマドンナ。もう一度繰り返しますが、確認してください。ここが今日の一番重要なポイントです。胸と後ろの岩を比較してみてください。そして、左がミケランジョの書いたラミアです。 そして、下半身が蛇ですね。そして、このエンジェルの足の指は三本指です。そして、指は神秘が剥がれています。そして、マドンナはイエスの皮膚の下に指を潜り込ませています。まあ、こうした事実から浮かび上がってくる、まあ、何て言いますか、ストーリーは何かというと、恐ろしい話ということになるわけですね。 皆さんもこの足をもう一度確認してください。で、そして左がリリトです。魔女中の魔女というふうに言われていました。まあ、ルシファーの妻ですけどもね。まあ、あの人間を改造したルシファーの妻ですから、キリスト教側から見れば魔女ということになるわけですね。この三本指に注意してください。実はダヴィンチは他にもこの三本指の女性を描いています。それをこれから皆さんに紹介しますが、この三本指注意してくださいね。いわゆる魔女です。 悪魔中の悪魔ということになりますね。これはダビッチ自身が書いたと言われています、受胎告知です。この受胎告知のフクロウの置物の下にマリアの足が隠し込まれて、隠し込まれて、隠し,隠し ままれていますこの赤い丸のところを見てください。授業団の下からペロッと3本指の爪のあるマリアの足が外に出ています。この3本指の足と、そしてリリとの足を比べてみてください。すなわち、ダベンチはこういう形で、マ,マドンナはリリと魔女であることを示したわけです。ここでも同じコンセプトで作られているということですね。ついでながら言いますと、上の2人の、ガブリエルと2人足して1人の魔女ということになります。一足すは一の、まあ ダィンチ独特の手法ですね。そしてこれが右側ですね、システィーナ、礼拝堂の、えー、ビ,ケジャンビケランジョの解体ですけども、ここにやはり3本足の女性、これ女性じゃありません。男性が人が描かれています。赤い服を着ているから女性だなんて持っちゃいけませんよ、まあ。システィーナの礼拝堂にはみんな逆転してますから。で、3本指です。あ3本足ですね。そして組み合わせ方によっては、これ3通り考えられるんですけどもね。まあ一応2通りこうで紹介しますと、こういう足の組み合わせがあるわけです。そして向かって一番左の足が、 注意深くご覧ください。この足は骨がむき出しになっていて、折れていて、中から骨髄液が漏れています。右は、まあ、イラストですけども、正確に描いた、まあ、骨髄ですよね。それが、まあ、こういう形で表現されているということです。なおかつ、ミケランジョですね。ダヴィンチの絵をもじって、こういう絵を描いたと思われます。 三本足ですねで向かって左のダ・ヴィンチの絵も、ですねこの二本足ですけども、見方によっては三本足にも見えるということで、ミケランジェロはからかったんじゃないかと思います。そしてこれは森本聡さ,さんが発見なさったんですけども、後ろの男性は一見、優しい若い男に見えますけども、これも隠し絵手法で、実はこの向こうに不気味な、まあ、何かが、まあ、人の顔が描かれているということですね。こういう形で、まあえー、ミケランジェロも隠し絵を仕込んだというわけです。 まあこういうふうにして考えていますと、まあ、左と右がです、ね、同じコンセプトで書かれているということですね。そして衣服の色は全く同じですね。ややまあまあ なってますかあ色が焦っているという感じはしますけども、コンセプトは同じですね。赤い服です。そしてこの金色の服がです、ね、右の人物の袖になっています。この腕を見てください。これは女性の腕で,腕ではありませんね。そして胸がありません。いや全くフラットです。なあち、この人は右の人も男性だということですね。まあ、こういう形で、ミケランジェラ、ミケランジェラの方法でダヴィンチを攻撃したわけですね。 まあ、壮絶な戦争が続けられていたと思いますよ。そしてこの人は今言いましたように、一見女性に見えるかもしれませんけども、胸がない点。そして手の方を見てください。先ほど言いましたように、エンジェルの足の方に毛が生えてましたね。同じようにこの手もですね、途中から毛が生えているように見えます。そして左はこれ一見女性に見えるかもしれませんけども、ちゃんとついているものがついています。皆さん自身で確認してください。 この人もそうですね。一見女性に見えるかもしれませんけども、優しい顔してますけども、体はごっつい、ごっつい体してますね。そして、やはり男です。この人も一見女性に見えるかもしれませんね。優しい、綺麗な顔してますけども、やはりついているものがついています。システィーな礼拝堂の人物は、ほとんどと言います。全てがと言ってもいいでしょう。男と女が逆転しています。そこに注意してください。 で、もう一、岩屈の聖母の話に戻ります。これがエンジェルですね。この人は男なんですよ。これはまた別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。で、これがミケランジョの描いた右が絵ですけども、大変綺麗な優しい顔してますけども、まあちょっと角度が違いますから、比較しにくいところありますけども、この両者は同じ、まあ、人物と見ます。で、この前後にまあ右のね七人の礼拝堂、この人はあ,のあるものが見えませんので、まあ 男と女とも判別できませんけども、この人も男なんですね。一見ちょっと胸が大きいから女性に見えますが、さらに驚くべきことに背中に注意してください。背中にはレプタリアン独特のの特徴であるヒレが書き込んであります。これも林博士が発見したことです。で、こういう形でヒレが書き込んであります。注意深くご覧ください。ミケランジュラはこういう形で、まあ、この人が男であり、かつレプタリアンであり、そして ダヴィンチの書いた岩屈の聖母のこのエンジェルも男であり、レプタリアンであることをまあ証明したわけです。そして右の人物はですね、よく見ますと皮膚がぼやーっとしてますね。これはラファエルも同じ手法で書いてますけども、神、ま、秘、あ、がめくれているレプタリアンを表現するときには、皮膚をぼやーっとして表現するわけですね。注意深くご覧ください。二重になってますね。左下、あの足のあここですね。二重になってます。すなわち、えー、皮膚がめくれる、いわゆるその、 いわゆるまあレプタリアンであるということを示したわけですそしてこの腰のラ段を見てくださいこれはあの絵の柿村かなというのではなくてきちんとこういうふうに皮膚がですね二重になっていることを示しているわけです、まあ、こうしてミケランジョロはまああの いわゆるその岩窟の聖母のエンジェルがですね、男であり、ん、えーまあ、て言いますか、レプタリアンであることを示しました。同じようにこれ、蛇が書いてあるんですね。この蛇の模様に注意してください。一番下ね、左の下。で、このような形でダヴィンチは、まあ、コブラを書いたわけですから、あの、 右もそのような同じ手法でですね、これはロンドン版で見ますとちゃんとウロコが書いてありますから、また興味のある方は私の別のビデオを見てください。ロンドン版も検証しています。そしてこれがヘビなんですね。なあち、ダ,ダヴィンチはこういう形で右のマドンナがヘビとダイジャと関係あることを示したわけです。で、このエンジェルに戻っていますが、もう一度確認してくださいね。 まあ、今日の2番目のポイントということになりますけども、このエンジェルの、まあ、姿勢ではですね、座ることはできません。皆さんもこの姿勢で座ってみてください。頭が前へのめりすぎてますね。で、エンジェルは自分の左手で支えていることになりますけども、エンジェルの手はですね、えー、ヨハネの背中に軽く触れている程度です。これでは支えきれません。このままではステーンと前の方へつんのめってしまいます。 皆さんも自分でこの姿勢を作ってみてください。腰から下はまっすぐ立っているんですよ。そして前かがみになっているんですよ。この姿勢では自分の体を刺されることできません。これは触れ数軽く触れているだけってことはわかりますね。指が伸びています。なあち、この姿勢では刺さることはできない。なあち、ダヴィンチはこういう体であったということを間接的に示しているわけです。なあち、ラミアだということですね。ここでも1たす1は2、1の、まあ、絵の手法を使っています。 1たす1は1ですね。受胎告知も1たす1イコールで、マリア、すなわち魔女であることをダヴィンチは示しています。ここでも1たす1は1の絵の手法で書いています。ラミア、もう一度繰り返しますと、子供を食用するあ、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、妻、リリトのことである。だから足も書いてありましたね。これについてラミ、あ ミリリュウさんがですね、大変興味深いことを発見してくださいました。ラミアという文字を並び替えますと、マリア。R と L と発音がやや変わりますけども、まあ、これ英語,英語にしたためにこうした違いが出たものと思,思われます。ラミアを並べ替えると、マリアになるということですね。なち、まあち、ラミアイコールマリア。実際にラミア,アのヘブライ名はマリアです。になっています。そして、まあ、イエスの、まあ マリアンとなったわけですねこの眼窟の聖母には以上のように大変恐ろしい意味が含まれているということですね。まあ、アンユージュアルと冒頭で言いましたけども、ありえない、まあ、なんて言いますか、背景ということになります。そこでもう一つ皆さんに今日は重大なことを話しておきます。眼窟の聖母、眼窟の聖母。これは眼窟に見えますか皆さん。これは眼窟ではありませんよ。これは水の中なんです。 まあこのここの部分をちょっと拡大してみますと、それがわかります。まあ水の表面の独特の波と言いますかね、泡立ちが見えます。中深くご覧ください。まあこれは水の表面ですね、ばちャバちャバちャっとこう水がですね、さだ波が立っているところを表現してあります。で、中深くつくところどころ、水のね、こういうところ、薄いところがあって、背景の岩が薄いところありますね。この、えー 矢印の左の矢印のところに特に注意してください。この部分ですね。このように色温度を書いていますと、この岩がですねマリアの体がですね、水の中にあることがわかります。私が着色したわけでんよ。色温度を上げただけですよ。よそしてその証拠がもう一つあります。ここを見てください。 ここを見てください。ここを見ますと、これが水の中であることが分かります。水面に浮かぶ、まあ、葉っぱというか花が描かれています。この花には茎がありません。そして根もありません。葉っぱもありません。上に映っている花がですね、水面に映っていることを表現したものです。 ご自身で判断してください。林浦の思い過ごしたとか、思い違いだとか、ね、そんな風に批判なさる前に、ご自身で判断してください。すなわち、この花はですね、えー、水面に浮かぶ、まあ、花模様であるということですね。映るですね。水面に浮かぶ花模様であるということになります。まあ、それはおまけです。まあ、この絵はですね、岩、ま、窟、あ、じゃなくて、 まあ私なら水中の聖母というふうに名をつけます。とてもこの話は恐ろしい話でしたね。と同時に、この絵は大変恐ろしい絵であるということを皆さんに今日は説明しました。最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。バイ、フォーナー。h e l l o this is Hiroshihaya Shi, h a m m a City Japan. Here in this video I would like to talk about fingers of a lady called Madonna painted by Leonardo. Madonna in the painting Madonna of the Young Winder appeared to have abnormally long fingers when compared with fingers of ours now. Though I know she is different from us Asians, still her fingers looks much longer. As I have pointed out many times in the past, she's not at least a human, and here is another evidence of it. ダヴィンチの描いた糸巻のマドンナです。この絵についてはすでに何度も精査してきました。今日はこのマドンナの指について調べ直してみます。暗い影に隠れ、よく見えませんが、明度を上げてみますと、そこに指が浮かび上がってきます。長い指ということは、 これだけでもわかりますが、不自然にもっと言えば異様に長い指であることがわかります。人間の指と比較してみます。ここに紹介する写真は、その中でも特に長い指を持っている方のものと思われる指です。長いですね。あるいは中には人間の指はですね、見方によってはこのようにも見えると考える人もいるかもしれません。え実は私もそう思っていますが、その範囲を超えて 長く思われますいかがでしょうかで、なぜダヴィンチはこのような長い指を描いたかですが、他にも同じような指を描いています。岩屈の聖母の中のマリアがそうです。この絵の中ではマリアの右手の人差し指はイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。この指も長いです。つまりこういう形でダヴィンチはイエスがレプタリアンであることを示すと同時に、 マリアも人間ではないいことを示していますわかりやすく言えば神々つまりエイリアンの指は長いということですいくつかの例を順に挙げて考えてみます今皆さんにご覧いただいているのが今糸巻のマドンナですね、まあ、この中でこのマリアの指がですね、まあ、見た感じわかりますが異様に長いということですで順に検証してみます で、右下が人間の指です。長い指の型のものを選んでみました。まあ、この写真と比べて見てわかりますように、まあ、微妙なところだといえば微妙なところなんですね。ダヴィンチの描いた、まあ、マドンナがですね、まあ、そうは見えなくもないという感じのギリギリのところだと思います。しかし、まあ、見た感じですね、長いなという印象は拭えません。 で、こうして比較してみますと、ダヴィンチは正確にという言,う言える言いますかね、写真のように正確に、えー、人間の手を、えー、表現しているのがわかります。そのなってますかね、凸凹感を,を比較してみてください。その上で、まあダヴィンチはあえてこのような長い指を描いたということになります。まあ、これ、まあ、微妙なところですけどもね、まあ、皆さんの手と、まあ、比較してみてください。これが、まあ、そのマドンナの 人差し指ということになるのでしょうかそして同じような指をですね、ダヴィンチは眼窟の聖母の中で書いています。それをこれから比較してみますが、えー、左が、まあ、糸巻きの聖母、右が眼窟の聖母ですね。で、ここに、まあまま、マリアのですね、右手が描かれています。まあ、この右手を見ていただきたんですけども、この人差し指も異様に長い。 てますかそういった印象を受けますでこのマリアの指はです、ね、イエスの皮膚、神秘の下に盛り込んでいます。まあ、それについては以前も既に精査しましたので、ここでは割愛しますけれどもこの、ここではです、ね、マリアの指に注意してください。まあ、つまりです、ね、こういうい形で まあ、ダヴィンチはですねイエスは人間ではなかったつまりつまり、まあ、脱皮する人間すなわちレプタリアンであることを示しましたそして同時にマリアの指がですね、まあ、見た感じ異様に長いています私たちは日常的に持っている、まあ、感覚とは違って長いという印象を持つほどに長いということですね まあいかがでしょうかそれは私だけの印象かもしれませんけども、見た感じ長いなという印象を持ちます。それと同じような方法で、まあ、あのいうか同じ長い指をですね、ダヴィンチは糸巻きの聖母の絵で描いているということですね。まあ、ご自身で比較してください。さらに、長い指というのがあちこちにあるわけですね。これはあのイエスの洗礼という絵ですけども、この絵の中に描かれている、まあ、ヨハネの指をちょっと見ていただきたいんですけども、やはり長い 感じがしますね下の衣とあの、まあ、重なってますからちょっと見にくいかもしれませんけども親指,親指の長さと比して人差し指がまあ異様に長いと,ということになるわけですね。まあ、アジア人の指の長さとは違うということにはなるんでしょうけどもそれにしても長いという印象を持ちます。まあ、このように比較しますとやはりこう、まあ、ベロッキョとダヴィンチの書いた 絵の中のヨハネもやっぱり指が長いということですね。そして同時にですね、まあ、世界のあちこちで、まあ、洞窟の、まあ、壁画が見つかっています。まあ、その中でも丸カで見つかっている。まあ、これはあの、これはちょっとごめんなさいね。ちょっと場所をこう言います、言えませんけども、えー、っと、いろんなまあこういったそのヘッド壁画が見つかっているわけですけども、その中でも丸カ島で見つかったこの マルカで見つかったこの指ですね。これは、まあ、手形なんですけども、この指を見ていただくと分かりますように、これは明らかに人間ではありませんね。そして、ミケランジョロもですね同じような指を描いているんですね。カペラシスティーナの天井画の中に、まあ、あの神の絵ということになる。神の手ということなんですけども、神ということなんですね。これ、カペラシスティーナ、エルシャダイということになるんですね、まあ。ミケランジョロ風に言えばですね。でこの この手の、まあ、傾きもおかしいんですけど、まあ、特にこの人差し指ですね。そう見ていただきたいんですけども、隠し絵という手法で指が異様に長いことを表現しています。まあ、これだけでも長いんですけどね、指の先がさらにずっと長く伸びているということですね、まあ。こうした形で、あのまあ、ダヴィンチにしても、ミケランジョにしても、長い指の神。まあ イコールエイリアンを書き込んでいたということですね。そしてあの、ジョ、あの、ボイド・ブッシュマンという方がですね、エリア51で働いていて、そして、ま、ああの、この方はですね、あの、 ロズウェルで墜落した、ね、エイリアンの回収作業に当たった方なんですけども、この方はです、ね、死の直前にあの暴露証言をしているんですね。そしてこのビデオが死後に発表されたわけですけども、ボイド・ブッシュマンが示しているこのエイリアンの写真ですね、彼があの持っていた写真を暴露したんですけども、この中に映っているこのエイリアンの指も長いですね。人間の指よりも30%ほど長いというふうに、えー、ボイド・ブッシュマンは 主はそういういうにあの説明しておられます。ということで考えてみますとですね、まあ、結論ということになるんですけどももう一つその糸巻きの聖母を見ていただきたいんですけどもやっぱりどうも普通じゃないんですよねでこうしてみますとこのマリアのですね左手が見えませんけどもここを明るくしてみまして明度を上げてみますと、まあ、指が浮かび上がってくるというわけですそしてその指がですね、まあ、見た感じ皆さんの直感でいかがでしょうか長いなというふうに 思,います思われませんでしょうか私はそう思いましたけどもね。そしてその長い指がですね、眼窟の聖母とつながり、そしてまあ、ミケランジョロの神、まあの手とつながり、そしてというふうにつながっていくわけです。でまあこの、これはの骨ののあの、眼窟の聖母のイエスの手もそうですけども、写真のように、まあ、忠実にあの、なんて言いますか、忠実というか、聖地に、まあ、描き込まれているということですね。 そしてこう比較してみますと、やはりこう人間の指よりは長いという感じを私は持ちますが、いかがでしょうか上があの親指ですからね、右上が、そして下が人差し指ですからね。指というのはこういうものかなのかというふうにまあ迷いますけどもね。でまあ、ついでにあの丸かけ文もの壁画のあ まあいわゆるその手形をちょっと見ていただきますけども、やはりこう人間の指ではないような印象を持つまでに、ほどまでに長い指ということで、ちょっとまあ微妙なところですけどもね、人間の指ではないというか、という印象を持ちます。いかがでしょうか。この辺が非常にまあ微妙なところですけどもね、あ,あとは皆さん、私は長いというふうに判断しましたが、いかがでしょうか。 これ右は、ね、私の手なんですけども、私はよく指が長いと言われるんですけどもね、アジア人ですから、それでも、ね、あの白人の指の長さ、手の長さにはかないません。ボイル・ブッシュマンという方がですね、まあ、彼はエリア51で働いていた方だそうですけども、その方がですね、死の直前に、まあ、インタビューに答える形で、 暴露証言をしていますボイド・ブッシュマン氏はですね2014年の8月に亡くなられました、まあ、死の直前のインタビューであるというだけにですね、まあ、自分の人生観と照らし合わせてみてもその証言には重い信憑性があると判断しました、まあ、このようなあの 暴露証言をしているんですけども、その中でエイリアンの手について述べている部分がありました。ご覧ください。 The この中で紹介されている手をですね拡大してみましたでボイド・ブッシュマン氏はですね人間の手よりも30%ほど指が長いと言っておられます確かに長いですねまああのあくまでも何て言いますかあ手のひらと手のひら ですね。まあ相対的により長いということでしょうね。これは私の手です。まあ比較してみても30%という数字には間違いないと思います。